デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です明日9月9日から3日間限定で Google ストア創立記念セールが実施されます Google Pixel 6 Pro や第2世代の Google Nest Hub、Chromecast with Google TV などがセール商品の対象になっていますから、購入を考えていた人にとっては嬉しいですよね。さらに Google Pixel 7 Pro が来月、 10月6日に発表されることも告知されていますので、こちらも楽しみです。ですが、なんと言っても、今日の深夜2時に行われた Apple のイベントです。いつものことながら、Apple のイベントには多くの人が注目しています。そして、イベントで発表されたのは、 iPhone 十四シリーズ、AirPods Pro、Apple Watch Series 8の三製品です。まずは Apple イベントで発表された iPhone 十四についてざっくりとお話ししましょう。いろいろなメディアで今回のイベントでは。 iPhone 14シリーズが発表されると予想されていた通り iPhone 14シリーズが発表されました。スタンダードモデルの iPhone 14上位モデルの iPhone 14 Pro 最上位モデルの iPhone 14 Pro Max そして 2017年に発売された iPhone8 Plus 以来約5年ぶりにプラスを関する iPhone14 Plus の4モデルが登場です。まずはスタンダードモデルと iPhone14 Plus ですがこちらは前モデルの iPhone13 に引き続いて A15 バイオニックが搭載されます。この2つのモデルの違いはディスプレイサイズですスタンダードモデルは iPhone13 と同様に6.1インチになるんですけれども iPhone14 Plus は6.7インチになりますこれだけでは 全モデルの iPhone13 と変わりないように思われるんですけれどもカメラがしっかりとグレードアップしていますカメラのセンサーが大きくなって明るさをより多く取り込めるようになったことから暗がりでもさらに綺麗な写真が撮れるようになりましたまたインカメラも オートフォーカスに対応したので、自撮りが便利になります。さらに、手ぶれ補正が強化されて、アクションカメラ並みの手ぶれ補正機能が搭載されたんです。これは動画を撮影する人にとっては嬉しい機能ですよね。そして、iPhone14 Pro と、 iPhone 14 Pro Max です。こちらは上位モデルというだけあって A16 Bionic プロセッサーが搭載されています。この2つのモデルの違いはスタンダードモデルと iPhone 14 Plus の違いと同様にディスプレイサイズです。 iPhone 14 Pro は6.1型 iPhone 14 Pro Max は6.7型のディスプレイになりますそして上位モデルだからこそ搭載されているのが新たなユーザーインターフェースダイナミックアイランドです通知やアラートなどが フロントカメラ、トゥルーデプスカメラを中心に表示されるようになって、使用中のアプリの表示を遮ることがなくなります。このダイナミックアイランドを実現するにあたって、トゥルーデプスカメラの小型化や、ディスプレイの裏側から光を検出できる近接センサーの搭載、 タップやスワイプといった操作に高精度に反応する新たなアルゴリズムが採用されています。そして目新しいのはディスプレイが常時点灯する表示機能です。バッテリーを消費する問題があるため今までは実装されていませんでしたが ディスプレイのリフレッシュレートを最小で 1Hz に抑えてあまりバッテリーを消費することなくディスプレイに時間などを表示できるようになります。時間の確認のためにわざわざ電源ボタンを押す必要がなくなるんは嬉しいですよね。そしてカメラ性能です。メインカメラには クワットピクセルセンサーが採用されました。4つのピクセルを1つの大きなピクセルとして結合させることで、暗がりでの撮影能力や細部の表現力を大幅に高められます。また、クワットピクセルセンサーの中央部だけを使うことで、 最大2倍の望遠撮影も可能になるんです。さらに、Apple Pro r a w の写真も4800万画素で撮影できるようになりますから、写真にこだわりがある人にとっては嬉しいですよね。iPhone 14シリーズに共通しているのが、緊急の衛星通信機能や、 自動車の衝突事故検出機能、二周波 GPS といった最新の機能です。ただ、緊急の衛星通信機能に関しては、まずアメリカとカナダで提供されますから、日本国内においての利用は今のところできません。そして、 充電端子ですが、こちらはライトニング端子になります。USB Type-C に変わらなかったのは残念ですね。また、指紋認証機能のタッチ ID も復活はしませんでした。気になる本体のカラーなんですけれども、スタンダードモデルと iPhone14 Plus では、 ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドの5色。iPhone14 Pro と iPhone14 Pro Max では、ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラックの4色から選ぶことができます。 iPhone 14シリーズの発売は9月16日になります。ただし iPhone 14 Plus のみ来月10月7日になりますので注意してください。本体のカラー、そして発売日とくれば次は価格です。円安進行が続いてるだけに 非常に気になってきますよね。搭載されているストレージ容量によって価格は変わりますが、iPhone 14シリーズの最小のストレージ容量は 128GB になります。スタンダードモデルでは119800円。iPhone 14プラスでは iPhone14Pro は14万9800円 iPhone14ProMax は16万4800円になります最小のストレージ容量でもかなりの高額ですそして 上位モデルの iPhone14 Pro と iPhone14 Pro Max では最大 1TB のストレージ容量のモデルがあるんですけれどもこちらは20万円を超えていますから MacBook Air よりも高額になりますパソコンより高いスマホってびっくりですよね 現在 iPhone13 を使用しているのであれば上位モデルの iPhone14 Pro や iPhone14 Pro Max へグレードアップしない限り大きな変化はなさそうですねただ iPhone7 など古いモデルを使用しているのであれば この機会に最新モデルへ一気にグレードアップするのもいいかもしれませんよデジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信していますまたアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube でも発信していますそして現代社会を楽しく豊かになる考え方や行動に関する情報もポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてください デジタル教室からあなたにプラスワン。